これから株式会社マイクロテクニカの紹介を始めたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず会社のメイン業務と簡単な自己紹介をお願いします。はい、弊社はマイクロテクニカといいまして、40年間画像処理を絡めた検査システムを販売しております。ありがとうございます。はい、今回の展示会で一押しの製品を教えてください。今回はですね、3点出させていただいてるんですけど、その中でもラインウォッチャーという商品が超おすすめになります。ありがとうございます。他社製品と比較した時の強みを教えてください。はい、監視カメラのシステムは、まあ、他社さんもいろいろ出てるんですけども、弊社は、40年間画像処理の検査システムを販売している実績を踏まえて、検査の強みを生かしたシステムとして他社さんと差別化を図っております。ありがとうございます。最後に一言メッセージをお願いします。はい、これからなんですけど、やっぱり精進化とか人不足というのは問題非常に大きくなってくると思いますので、ますます自動化が進んでいくと思います。まあ、その自動化の中でどうしても検査というのは逃げれないところになりますので、まだまだ私どもの検査システム活躍の場が大きくなるんじゃないかなと願っております。ありがとうございました。以上で株式会社マイクロテクニカの紹介を終わります。